もう梅は終わってしまったし、桜のつぼみがつくのも時間の問題ね。百年桜も普通の桜と同じ時期につぼみをつけるものかしら。それにしても清涼院って本当に広い。どこまでが敷地なのかしら。知らない場所を探せばいいの？そうしたら見つかるかしら。そんな風に眉間にシワを寄せていたら、可愛い顔が台無しだよ、お嬢さん。阿佐ヶ谷さん、ごきげんよう。いや、深刻そうな顔をしてどうかしたの？そんな顔をしていました？俺でよければ相談に乗るよ。ええ、ありがとうございます。ちょっと、いや、かなり軽いだけでいい人ではあるのよね、多分。悩み事とかそういった類のものではないのです。ただ、桜が見つからないなと思っていただけで。ああ、百年桜のことか。俺も時間を見つけて探しているんだけど、なかなか状況は変わらないね。ええ、皆さん特に進展はないようです。清涼院は広いですから、まだ私が知らない場所もあるかもしれません。ですから、そういう場所を探してみようかと今考えていました。そうだな。ま、そんなに根を詰めないでもいいんじゃないか。それよりさ、俺と町にでも繰り出さないか。結構です。それにこういうのはやめてくださいと常々申し上げているはずですが。釣れないことを言わずにさ。特に予定もないんだろ。断られるのが分かっていて遊んでいるのかしら。だったら腹立たしいわね。おやおや、そんな怖い顔をして。ほらこら、嫌がってんじゃねえか。話してやれよ、阿佐ヶ谷ち。若者たち、今日も元気そうだな。結構なことだ。阿佐ヶ谷さんが悪い人じゃないっていうのはわかるけれど、こういうところは好きになれないわ。それで、お前は阿佐ヶ谷と町に行くのか？いいえ、行きません。言い切られてしまったな。結構ですと申し上げたではないですか。それに阿佐ヶ谷さんも本気ではなかったでしょ。ああ、だって君が乗ってくれないことは分かっていたからね。嬢ちゃんはお前の取り巻きとは違うってことだな。なかなか手強い。そうなんですよ。でもだからこそ面白いんです。私で遊ばないでください。それじゃちょっとこの子を借りてもいいか。え、何ですか先生、彼女をどうするつもりですか。何をおっしゃっているんですか。どうするもこうするも。どうすると思う。ちょっと、しません。私に用があるんですよね。ほら、行きますよ。あった、わかったって。そんなに引っ張るなって。それで
私に御用が終わりだったのですよね。ああ、それにしてもお嬢ちゃん結構力が強いのな。か弱い風に見せておいて。か弱くはないですよ。もともと薙刀をしていましたし、言霊を使うようになって余計に体を鍛えるようになりましたから。確かに同じ年のそこらの女子よりは力があるかもしれないけれど、でもそれを鬼である先生に言われると私がおかしいみたいじゃない。本当にだんだんと御霊場から遠ざかっているんじゃないのか。大丈夫なのか。え、大丈夫ですよ。薙刀をやっていたのは実家にいた頃からですもの。多少戦い慣れた程度遠ざかっているわけではないと思っていたんだけれど。本当に大丈夫なのか。ここを出たらまたお嬢様としてやっていくんだろう。大丈夫です。清流院を卒業することになってもきちんとやっていけます。それがお嬢様としてかどうかは置いておいて。家のために家族に嫁ぐのもある意味一つの進路ではあるんだけれど、でもお嬢ちゃんがいなくなったら寂しくなるな。寂しくなる？なんだ、どうしてそんな意外そうな顔をするんだ。意外でしたので。何がだ。寂しいと思っていただけることが。お嬢ちゃんにはそりゃもう迷惑かけられたからな。そんな生徒がいなくなりゃ寂しくなるぜ。あ、それは確かに。それにお嬢ちゃんたちを見ていると思い出すんだよ。何をです。若い頃のことだ。俺にもお嬢ちゃんみたいな時があったんだよ。先生が清流院で生徒として過ごしていた頃のことですか。おうよ。時代は変わったが懐かしい気持ちになるな。栗原先生が学生の頃って何年くらい前の話なのかしら。先生の学生時代ってどんな風だったんですか。何かお話を聞かせてください。ああ、そうだな。あ、面白い話があるぜ。こんな春の陽気に花見をしたんだけどよ、圭一が千秋。千秋、お前こんなところで何をしている。なんだか最近の草加先生っていつもイラついているわよね。仕事が忙しいのかしら。なんだ圭一、見ての通り嬢ちゃんと雑談を。そうか、雑談か。それは楽しそうだな。それで今日届けるように言った書類はどうした。あ、え、届けただろ。お前手に持っているじゃないか。これか。そうだ、これが院長室の机に置かれていた書類だ。だが俺が頼んだ書類はこれじゃねえ。え、あの、お邪魔なようですので私はこれで。まあ待て、
お前も暇そうじゃねえか。え、あ、それがその、これから投げなと、いえ、授業の復習をする予定がありまして、ですから申し訳ないのですが。そんなのいつでもできるだろう。院長命令だ。手伝え。横暴すぎる。というか、何か手伝わされるのか。わ、悪いな、お嬢ちゃん。圭一が大人げなくてよ。大人げないっていうか、栗原先生が書類を間違えなければよかった話な気がするけれど。なんか言ったか、千秋。俺が大人げないとかなんとか聞こえた気がしたが。そんなわけねえだろ。お前、俺より長く生きているじゃねえか。なあ、お嬢ちゃん。俺は何も言ってねえよな。千秋。大人げないのはどちらも一緒よね。お嬢ちゃん、本当にすまなかった。お嬢ちゃん、手を動かしてください。あ、はい、すみません。終わらない。これ何枚あるのよ、本当に。お嬢ちゃん、今度は何ですか。俺はいいことを考えた。いいこと？お嬢ちゃんの言霊でサクッと終わらせちまえばいいじゃねえか。もう制御できるようになったんだろ。そうきたか。でもそれは。自分の手でできることだし、できれば言霊は使いたくないわね。どう言えば先生に納得してもらえるかしら。なんてね。お嬢ちゃんはそんなことはしねえよな。え？どうしてそう思われるんですか？だってそうだろ。お嬢ちゃんは迷うことはあっても道理に外れることはしねえ。俺も圭一もちゃんとお嬢ちゃんのことを評価しているぜ。それに言霊も。言霊も？ああ、そういう嬢ちゃんだから言霊の精霊に選ばれたんだって思うぞ。欲深い奴に言霊なんか持たせてみろ。一瞬で世界が滅ぶぞ。言霊で世界が滅ぶ、まあありえない話ではないわね。という考え方はしたことがありませんでしたけれど、先生のお言葉だと思えば説得力がありますね。おお、そうだろうそうだろう。教師ってのは生徒のことは正当に評価して伸ばしていくのが仕事だからな。調子がいいんですから。なんというか、こういう感じって栗原先生だからこそよね。あ、そういえばお前
百年桜探しは順調なのか。また桜の話？もともと共通する話題なんて大してないし、話しかけるきっかけだといえばそうかもしれないけれど、まさか今日私に声をかけたのも桜の話を聞くためだったとか。まあ聞けないわね。いいえ、全く。栗原先生も草加先生も何も教えてくださらないんですもの。でもまさかお前が本当に百年桜を探すと言い出すとはな。意外でしたか？意外だったな、正直に言えば。なんだ、なんかどうしても叶えたい願いでもあったのか？そうですね、仲がいいからこそ話しておいてもいいかもしれないわ。何かに協力してもらえるかもしれないし、もしかすると咎められるかもしれないけれど。探したいっていうのは本当だけれど、栗原先生に咎められたら探すのをやめるかもしれないわね。私は止めてほしいのかしら、応援してほしいのかしら。もし百年桜が見つかれば、どうしても叶えてほしい願いがあります。お前にもそんな願いがあったのか。だがそこまで叶えたい願いなら、言霊でサクッと叶えちまえばいいんじゃないか。言霊は万能の力ではありません。私が叶えたいのは言霊ではできないことなんです。できないこと？西島委員長の言葉を草加先生に届けたいと思っているんです。それが桜に叶えてほしい願い事です。お前まさか死者を蘇らせようなんてしているわけじゃねえだろうな。いえ、そういうことではありません。西島院長には草加先生に書面でしか残せなかった言葉があります。私はそれをした時に感じたんです。あれはとても大事な言葉でした。本来きちんと声に出して伝えるべき言葉でした。とても短い礼の言葉でしたけれど、それを草加先生に西島院長の声で届けたいというのが私の願いです。書類の音がしなくなった。栗原先生？やめておけ。え？どうしてですか？桜はあるんでしょ？百年桜は確かにある。だが、そんなことを願うのならやめてくれ。それは、この願いをやめろということですか？それ以外の願いならば良いということですか？願いの内容を咎められたのかと思ったけれど、なんだか少し違うみたい。草加先生、お疲れ様です。おお、ご苦労だったな。なかなかの進行状況じゃねえか。ええ、頑張りましたもの。院外に出ているし、遅くまで院長室の明かりはついているし、忙しいのは本当みたいよね。
栗原先生も草加先生の頑張りをよく知っているから文句を言いつつも手伝っているんでしょうね。こんな遅くまで悪かったな。もう帰っていいぞ。あ、はい。では失礼します。おい千秋、お前送っていけ。院長命令だ。なんだかんだ言って気に入っているんじゃないのかしら、そのセリフ。栗原先生。ああそうだ、もう夜も遅いし俺が送っていってやる。ああやっぱりいい。おい千秋、お前はここで残りの書類をやっておけ。あ、なんでだよ。いいからやっておけ。ほら行くぞ。はい、ではお先に失礼します。